チブル4分8秒チブをテーマにした YouTube です。チチブ空を見上げいつでもこの街を思うよ、素直になれるよ、ふるさとチチブ。前回は旅立ちの丘に行って心を癒してきました。それでは今回もボックスからテーマを引いていきたいと思います。これチブ遊び体験。おっと、これも2回目来ましたね。ちょっと2回目どうします？なんかいいとこあります？なるほど、考えましたね。いいと思います。よし、君たち準備はいいか？え、それでは行ってみましょう。スタートです。はい、来ました。秩父ゴーカート F1 リゾートです。行ってみたいと思います。しゃ、こちらがゴーカートのコースになってます。全長650メートル、本格的ですね。スタートの操作方法なんですけども、右足アクセル、左足ブレーキです。で、7分間走行になってるんですけども、7分間経ちましたらこちらのチェッカーフラッグを振ります。振られたら一周してもらってピットに戻ってきてください。それでは早速行ってみたいと思います。最初ちょっとハンドルが重いかと思ったんですけど、慣れてくると大丈夫。いいコーナリングですね。あ、そうそう、このゴーカート車の種類が2つありまして、1つが最高速度約30キロのファンカート、もう一つが最高速度約60キロのビズカートがあります。今回はファンカートの一人乗りにチャレンジしました。30キロでもスピード感があって、大人でも子供でも楽しめると思います。ちなみに子供は125センチ以上から乗れますよ。予約は不要なので気軽に行ってみてください。ただし貸し切りの場合もあるので、事前にお店に電話して聞いてみるのもいいと思いますよ。これは面白い、いろんな意味で。
もう最悪。大丈夫。皆さん、追突には気をつけましょう。いろんなことが起きますね。すいません。はい、今回は F1 リゾート支部にてゴーカートを楽しんできました。皆さん、事故には気をつけましょうね。引き続き、どんどん秩父の魅力を発信していきますので、YouTube、Twitter、インスタを登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは、次回も頑張って、またね。